うわそんなにいっぱい来たらすごいで、ね、ーこのさってこうさ この一個の穴にさこのあれがいっぱいバーン入ってくるじゃん。あれがいいんだよ。あれがなんか見ててこうあれがね、おおすげえいっぱい出てるみたいな。こっちからもせれもう自分でなんか笑っちゃってたの。誰か止めてくれってやっとしてくれ頼む。もう曲がるな真ん中。やっぱあれだな、俺ペイはまらないわ。でもアッパーぐらいよ、ちょっと笑ってたの。あれは一番俺の手に取るってねえからね。アッパーとか言ってあれね。あれなんであのその宿坊したのかだけど聞いときたいわ。先週のちょっとあのありましたね。伏線回収として分かってる自分で。これ何これ、ここからアッパー意味わかんないけど自分でどう解説としては多分だけど、うん、パッと頭に出たんだよね。猪木さんかなんかが出て全然かも思いついただけだったんだけど、その時にやっちゃおうと思ってやっちゃおう、やっちゃってるよそれは。だって意味わかんないわ文脈が本当に今ここからバージョン2意味わかんないです本当だ、ちょっとしゃくれてるわ、ちょっとしゃくれてた。やったって言った時にそのER がパッと多分出たと思って、あ、なんかこれ聞いたことあるなと思って。アッパーはい、北斗くんパーティー終わりまして、ありがとうございます。続いてはジュリーパーツ、よっよろしくお願いしますよ。バトンタッチということで、オペイが今回はプレゼンターということで、はい、はい、ジュリ君の魅力をお伝えいただければと思います。それではどうぞ。ジュリ君といえばやっぱりラップでしょ。そうだね、ラップですよ。もう俺はもう最初そこでもうかっこいいと思ったから。そうか、やっぱね、自分に持ってないものをね持ってる人を見るとやっぱね男は憧れるよ。なるほどね、かっこいいとかっていうのは。はいはい、確かに。もうそれがまず一番だったね。それがファーストテイク、エバーラスティング。この時の初めて見た時にジュリ君って人かっこいいなと思って。ジュリ君ってそもそも名前知らなかったね、この時は。そのエバーラスティングでラップを見て、あ、そうそうそう、調べたら、うん、ジャニーズだったじゃん。じゃあ先に別にストーンズっていうのじゃなくて、もうエバーラスティングでラップかっけーってなったってこと。そうそうそう、すごっ。ストーンズっていうグループをマジで知らなかったから、うん、そっか、これがジャニーズと思ってかっこいいと思ってて、で他の曲聴いてもさ、あのイップザットとか、はい、そうだね、もうかっこいいじゃん。まあみんなかっこいいんだけど、なんといってもやっぱりね、ちょっとねオラオラ系なのよ。そうだね、ライブはライブすごいわね。すごいギャップがね、ちょっといろいろ多すぎる。でも YouTube はさ仕切ったりしながらさ、みんなをまとめながら、でもちょっと自分もボケた、うまく回収されないと一人で突っ込むみたいな、そういうところがもう、ね、ちょっと可愛らしいところもあった。最終的にはこうまとめたり、その中でこう進行させていくっていうのがやっぱすごいなと思うし、うん、ちょっと真面目になっちゃった。確かに愛がちょっと真面目でしょ。すいません。中華街の動画、ああ、はい、あったじゃん、はい、太勇気、あの時に見つけた時にジュリ君が真っ先に あそこあそこ、あすごいこうなんか子供っぽい感じ。あーあるね、そういうところ。そう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 、基本は多分少年なままなのよ。進行する中でやっぱり一人いなきゃいけないから俺が、おお、確かに少年のような心持ってるね。そんな感じする。まさにジュリ君イコールペイってこと。やっぱラップはうまいけどさ、うん、多分歌本人はそこまで自信ないの、うん、キャモさんと話してたんだよ。そう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 、ラジオでなんか言ってたんだよね。ジェシーさんともラジオの時にあんまり俺他のメンバーのあと歌えない。ああ、ね、そう、一個のことに集中してこうやるタイプだから。でね、ダンスを見てほしいんですよ。みんなこうさ激しくやってないから、うん、ジュリ君はちょっとねクールな感じ。ああ、いい差が、あんまり激しくやらないのね。そうなんだ。ラップと被るからってのもあるんだろうけど。そうだね、そうだね、そのゆるさがやっぱね、俺には共感できる。いいね、それいいよね。あとはオーパー、オーパーはやばいってやっぱね、ジュリ君がほぼ出てくるのもうやばいって。ペイもさ、そういうラテン系とかさ、イケイケな感じがさ、好きじゃん、はいはい、YSP とかはやっぱ好きな分。そうだね、でそこにやっぱジュリ君がもうドハマりしてんだろうね。あ、系統が近い感じするな。コメントで前たまになんか来てくれてたのがね、ジュリ君とこの感じが似てますよって言われた時ある。ああ、くれんじゃねえかよって思って。だってシャツとかさ、同じシャツ合わせる赤のチェックとかさ、系統は似てんだろうね、うん、好きなものの系統とかが、そらく似てんだろうね。嬉しいです。ズボンとかもなんかあれみたいな、うん、前だってティンバーが赤、ティンバー、そうだね、うん、私本当にティンバーなのか未だに分かんない。好みが似てるっていうのがあるの、うん、昔はちょっと芋っぽい感じ
またいいんですよ。そんなに良さが。デビューしたぐらいの時かなんかの時、黒髪でさ、短髪だったじゃん。全然いけてない感じ、まだ。まだ垢抜けてないなって感じがまたさ、それが今の姿を見た後だと、可愛いなって。ペイのじゃん。ペイの高校の、いがぐり頭の。ピースしてるやつ。懐かしいなぁ。ラトク？まあ、ありだね。芋感ね。なんなら多分中学生の時のあのデブメガネを買ってもらえば多分一番だね。デブメガネからの、だってダブルピースイガグリからの今でしょ。だいぶ進化してるよ。進化してるよ。ジュリタンの人たちって逆にあと何を見てんだろうね。え、例えばじゃあさ、さっきのさ、ホックンで言うそのありえないとか、好きな曲はこれ何みたいな。好きな曲だってさ、ラップ全部に入ってくれてんじゃん。まあそうだね。多いね。それがもう僕としては満足ですよ。多いね、多いね。めちゃくちゃ満足。多いもんな。でもやっぱそのさっき言ったオパ、ラップなのにさ、ジュリ君と慎太郎君2人だからさ、基本歌うじゃん。うん、そうだ。もう俺得でしかない。いっぱいある方がいい。ずっと歌ってる。ずーっと聴いてるから。クトゥルもいいんじゃないですか。あのメローなジュリ君のも。激しいだけじゃないラップね。うん。あれもまたいいよね。結構こだわり強めだもんね。うん、どこどこが好きですとか結構言ってるもん。そうね。すげえ後輩力ないジュリ君って。ハマちゃんとかに対してもさ、いじられる感じとかさ、はい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 、そこは積極的にいじられに行くじゃん。そうだね。そのツッコミじゃなくて、バラエティに出てるから余計共感得れるのかもしれない。なるほど。俳優とかだとさ、うん、なんかかっこいいなーで問われるけどさ、そう、笑わせる力持ってるからさ、そうか、バラエティがあるのもでかいな。まさらめちゃくちゃ思ったんだけどさ、このサムネのジュリ君だけめちゃくちゃなんかかっこいいというのもなんか盛り上がってない。なんかえ、それジュリ君なんかちょっと一人だけ違くない？ここの人たちみんな決めてるけどさ、本当だ、なんかジュリ君なんかちょっと切り抜かれた感あんまなくない？そうだね。なんで絡むこれだから、うんうん、そうだね、 SIX のサムネかっこいいね。ここはかっこいいよな。エースを締めてますからね。ジュリタンにいろいろ聞きたいよね。じゃあここはスムみたいなね、DM では来るから、うん、私もジュリタンです。おお、で同じですよ。あ、本当ですか、ありがとうございます。でコメントでいろいろなんかそのジュリさんの魅力とかね、うん、面白いところとかこの番組見てくださいとかねあればぜひ教えていただければと思いますんで、 DM はあの開放してますので、ね、いつでも送ってもらえればすぐに見ますから、ぜひちょっとフォローとね、インスタグラムよろしくお願いしますと、はい、ありがとうございますね。まあ、ということで今回はですね、はい、2週にわたってプレゼンを聞かせていただきまして、うん、ぜひね、視聴者の方もね、ホクタン、ジュリタンじゃない方も、ね、確かに確かに、うん、自分の推しの、うん、教えてほしい魅力をね、ちょっとコメントとかで書いていただけたりとか、動画これ見てくださいとかね、うん、いただけば見させていただきますので、ぜひコメントいただければと思います。教えてください。ちなみにコスさんは今のところ現状は箱推しのジェシー寄りだから。ああ、なるほどなるほど、うん、そういうことですね。気をつけて。はい、ジェシカ・ホクタンのね、はい、魅力をあのいただきましたので、ぜひね、ちょっとコメントでも教えていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。それではこの動画良かったな、面白かったな、参考になったなと思ったらですね、ぜひチャンネルと高評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。